まず私は今回の提訴で、原告1名 で今回一応、経緯上ですね、進行とか司会進行みたいな形でやらせていただきます。大場と申します。原告の筆頭で今日私の左側が原さんです。原博之さんです。でそれから一番左側が今回 の原告ではないんですけども、我々 その証拠としてはです、ね、非常に重要なところを占めてます。出口調査を市民グループを率いて、企画それから実行された田中さんですね、ということになります。参議院選挙ということで7月21日に行われたわけですね。我々はその衆議院選挙の経験から今回もですね、おそらく大規模かつ組織的な、選挙の不正が行われるということを当然予想してましたので、それに対する対策というものをいろいろと検討していました。投票日にですね、メディアが何を報道したか、まず最初に投票率が低いという報道をしました。午後6時現在でやって 33% ぐらいっていうような報道が一斉に流れました。これ全てのメディア同時です。新聞もテレビも。でその数字が僕らのカウンターで数えた数字とかなり違ってたんですね。夕方戦艦に我々は乗り込んで問い詰めたんです。で結果出てきた数字が 43% ぐらいかな。報道よりもね 10% も高かったんですよ。同じ時間の数字です。投票所と言いながらですね、 10% の違いというのは大変ありえない。それだけ取ってみてもこの国はメディア全ての報道に対して深刻な疑いを持たざるを得ない。それから選挙委員会のやってること、もう後ろめたさ丸出しのですね、行動であること、その結果が明らかに大きく違うということが、この調査から分かってきたということです。今回我々の動画というのは、まだ非公開ですね。今日初めて公開するものになっています。都内のですね、ある投票所で撮影され、我々の、あるメンバーが撮影したものですね。この辺からあとあれですね、実際にその票をめくるところになってまして、でこの辺見ただけでもですね、かなり類似してるなっていうのは感じられる人には感じられるかなと。ちょっと開票立ち会いの方でカメラを持ち込んでいいかっていうと戦艦に問い合わせてダメと言われている人が結構多いです。で実際持ってる人がこれちょっと筆跡が似すぎてるからこれ写真撮って鑑定していいですかって言ったら警察呼ぶぞと戦艦が言ったそうです。それ の, IC レコーダーで録音したものが今ネットでアップされてます。夕方の5時に朝日新聞の出口調査来ました。学生バイト1名です。で45分間で30名聞いて報告出して、それ1回やって、もう1回45分間30名聞いて2回やっておしまいです。だから朝日のデート、学生バイト1名ですよ。本当程度で当選確実何パーセントなんて言っても嘘ばっかりっていうふうにしか思えないです。なんかシナリオがあってその通りに報道も報じるし、結果もその通りになると考えると非常に辻褄が合うわけです。投票用紙、投票箱、集計機、それから運営式全部行ってる会社がありますから、民間で。この国の選挙はですね、全ての企業をですね、単一の民間の私企業もプライベートな企業が全部を提供してると。そうするとですね、すり替え十分簡単にできちゃうんですよね、一社が全部やってたら。で今回もですから、その開票所の中で異様に巨大な機械でですね、数数えてるんですけど、これ映像を見ていくと開票所で箱を開けた時はちゃんと折れてるんですよ。開けて広い時言うんです。ここ折れてますよね。でその開票作業の部屋の中で最後に中堅束になった時には折れてないんですよ。仕分けの機械の前と後で違う。だから開票所の中でだからね、それがだから変わってるとしか思えない。だから読み込ませた票と出てきた票が同じかどうか分かんないっていう、そういう機会があるんですよ。プログラムは毎回選挙たびに変わるって言ってるんだけど、それも検証されてないわけ。そうで、そのプログラムも検証させてもらえないんです。戦艦が全部ブラックボックスだらけだこれ。ああ、いかにこれほど色白いけど、これがブラックボックスだね。全部つつ裏裏あるのかな。いや今だから要するに総務省が率先してこれをだからやってんで、もう機械化導入しろしろって、もうだから政権交代の前から散々やってんだから。これただその選挙の請負いだけでね、年商500億の会社ってどう考えたってさ、おかしいじゃない。これはボーナスって、要するにもう独占とか随系でしょ。いやだから他にないんだもん。動けるようにできてるあれじゃない。そうです。俺だって追加しやりたいな。このままこれじゃいいじゃない。いやこれだから防衛費と同じよこれ。今日本の行政は選挙の透明性を担保しないし、検証を阻む、これが一番重要なポイントなんです。彼らが隠してる、阻んでるとは。